初恋の日の10月30日月曜日朝7時2分の日本海は正面に白い月が出てますね。満月、その下で良質なうねりが今、おそらくこれが最大のセットぐらいのうねりが入ってますが、インサイドから割れてしまいますね。風は奥昭和、そういう風程度。こちら今風がほとんど止みました。奥昭和吹いてたんですけど、来るまでに目の綺麗な波がうねりが入ってきますけど、ここはダンパーですね。水平線上の雲がなんかぬいぐるみのワンちゃんみたいなのがありますね。綺麗なうねりは入るんだけどな。気温はついに10度切ってますね。まあ、9度まで下がってませんけど、10度よりラインが若干下がってます。肌寒いです。風は今止みました。海には良質なうねりが入ってますね。インサイドで割れますけど、おお。今日終日どうですかね。干潟はこんな感じです。カモの群れがいますね、水際に。